どうもトレインです。本日もマリオカート実験でこと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc のドッスン遺跡と、よいしょ。さあこの部屋ね、なんかカンスト勢、VR がね99,999 がね2人もいるっていう、なかなかレベルの高い部屋になっておりますが、頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。とさあまずはコイン回収しに行きますか。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりと集めていくことが大事ですと。さあこれどうしようかな。まあとりあえず1人ぐらい剥がしておきたいな。さあジャンプアクションかまして、どこなら当たるかな。ここなら当たるんじゃね。ちょっと思ってた感じと違うけど、まあ当てれたのには間違いないので OK と。さあおっといいね、これクラクション引いたから、もうこれ下手に攻撃せずにそのまま走っていってもいいな正直。さあよいしょ、あとはちょっとバナナ置かれても大丈夫なようにラインは少し気にしながら、走っていきますか。さあ1位がバナナ持ってて、まあ、俺がクラクション持っているという状況だが、まあこれは下手に何もお互いしなくてもいいかな。まあ、とりあえず俺は死なないようにだけ、俺死なないようにだけすりゃいいから。よいしょ、おー攻めてきたね。君やっちゃう、勝負しちゃう俺と。いいよ俺は。そこで踏んのちょうどいい感じのアイテム取れなかった。いやーまあ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 いいでしょ。おっとただあれだね、部屋の人数が若干少ないから、うーギリギリ耐えてる。うーこれできたら2位でアイテム交換したいな。どうだろう、相手分かり手かな。とりあえずよいしょ、おっとミスったか。これこれ、うん、もしかして2位でアイテム割らされて俺は赤コーラ引かれて負けとか、そういう未来あるないよね、さすがに。そういう未来はあってほしくないか。さあとりあえずインついてダブル潰していきますか。さあダブル潰して、おお赤コーラ持ってるね。やばいやばいやばい、まずい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 。さあよっしゃ、これうまいこと譲れたでしょ。オッケー、溶けそう、譲って。さあ赤コーラ飛んできてるけど、しっかりとクラクションで防いでいきました。危ない、しっかりとミニコー緑コーラも避けていきまして、よし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 。さあ、あとは攻撃されないようにケツつけて、よいしょとジャンプアクションかまして、まあ、これは多分ね攻撃される方がめんどくさいので上飛んでった方が安全かな。シェイオッケージーシェイオッケーいやーあれね、クラクション持ってたんだけど2位がね赤コーラ持ってたから、そのままねクラクションで消しちゃうとやられたんで、まああれ停止したのがめちゃくちゃ効きましたね。オッケーということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。さあ2レース目は GBA マリオサーキット。このコースはね止まった方が強いので、まずはここでコイン3枚回収してから、一旦ここでねコイン回収していきます。まあ、本当はね最初のアイテムっていうかあれかな、あのバックしてあのゴールの後ろ側のアイテムを取りに行った方が強いんですけども、まあ、1位スタートだとねどうしてもコインが少ないんでね、まあ、最初はああいう風に貯めてからまあ上がってもいいのかなといったところですね。さあスターの民が押し寄せてるが、さあここ一旦止まって、よしアイテム交換していきましょう。おお、さあ出てくれるかな。 OK 強いねこれ。どうしようかな。これ裏にスター出るんだったら全然交換したいんだけど、頼む出てくれ、頼む頼む。さあどうだどうだ、出てくれ、頼む頼む。よーし俺とお前の中 OK さあ6位が、クラクション持ってるね。あれちょっと厄介だから当たらないようにしていきたい。危ない、ちょっとやらしいよその走り、やらしいから。キノコでしっかりと抜いていきまして、さあアイテム交換もしっかりしていく。これ強いね、ここでスターはけたのは相当強い。さあどうだ、前がおっと荒れてるね。どうだどうだ、テレサ君、テレサ君それと取られるのはちょっと話変わってくるよ。さあ後ろとりあえず後ろ、とりあえず後ろ投げとくけど全然当たらない。いやーこれあれだな、アイテム交換でキノコ引けてたらなーって感じになっちゃうんだけど、まあまあいいわ。さあキラーで上がってきた民がいらっしゃる、まあ、とりあえず俺は死なないように立ち回っていくのが大事かな。さあやばい、そのタイミングはちょっとやらしすぎる終わったかこれ。頼む、とりあえずアイテム取ってワンチャンにかけていこう。さあどうだ、いやバック、まあまあ頼む、お前あとはお前頼んだ。おらら、クエ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 、おーはいギリギリ間に合う。危ない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 、今見たみんな危なかったね今あのボムよく気づいて俺は右に避けた。よしオッケー復興中の幸いだったわ次レース行きましょう。さあ3レース目はスカイガーデン。さあまずはしっかりとCD を決めていきまして、ここは無理やり前にキノコを使って出ていく。よーし OK さあこれはおそらく1位出れてるかな、さすがに。さあよいしょとジャンプアクションかまして、まあ、このまま逃げ切っていきたいですね。さあしっかりとインもついていきまして、あー後ろ何持ってるかちょっと見えないけど、まあまあこのまま走ってて大丈夫。あ、これ大丈夫、危な危な若干キノコ使って加速してるの忘れてたから
若干やばいかなと思ったけど、なんとかなった。さあよいしょ、斜めグライダーと UMT の合わせ技でしっかりと加速していきまして、よいしょ、コインも集めていきます。さあ後ろが赤コーラ持ってるけど、まあ攻撃しなくていいかな。よいしょ、さあここ残りのコインも集めていきまして、まあバックスナイプはちょっとしよっかなっていうような動きをね、とりあえず見せておいて警戒だけはさせておく。さあ赤コーラがさあ飛んでいってるね、2位に。やばいやばい、外して2位が赤コーラ持ってるけど、こちらトゲゾーンくんも飛んできてるのでギリギリ大丈夫と。やばいやばいやばい、後ろが水戸さん、後ろ、あれでもあれだ、2位の赤持ちがいなくなってるから、これ俺にとってはだいぶおいしい。さあよいしょっと、 OK。いやーここ通りそう、ここ赤コーラ通りそう、怖え。いやちょっと早い早い早い、ちょっと近づいてくな、ちょ近、そう、やばい、これ落ちる落ちる、止まって後ろ2位のやつも2位のやつもちゃんとね律儀にブレーキ踏んでこっちの本線に戻ってきてる。やばい、ちょっと踏まれると終わるから、踏まれると終わるから、しっかりアウトで避けていきまして、さあやばい、ちょっと待って、とんでもないやつがいる、とんでもないやつがいたけど、おっと見てる頃吸ってくれた。そして俺が、ちょっと待って、ねえもう何んで死んだ今俺完全にわか、そこ取るの、終わった終わった、これなんか最後の最後まで1走ってたのに気づいたらもう11位なんだけどねえ、あーこれ消したけど、これきついな。おお、お前そこで光るのね、 OKOKOK、 とりあえず俺にはちょっと見逃してもろて、さあこれどこまで上がれるかな。さあ前2人がずっと光ってる。さあアイテム取りたいけどもう戻ってこない。さあ加速が狙い、いやまあ後ろのやつがキンキの引いてて、後ろはキラーで詰めてきて、おおねえアルサンダーめっちゃきつかったよあのなんかね、落ちてさえはないけど、なんか想像の5億倍きつかったね次です、行きましょう。さあ4レース目は、マリオカート、マリオカートスタジアムじゃない、マリオサーキットの 200cc ですね。いやーちょっと押されて、クリボー当たっちゃったけど、とりあえずコイン、もうちょっとやめてもろて僕そんなにコイン持ってないの、お金持ってないの、カツアゲやめてもろて。さあどうしよっかな、とりあえずこれ後ろから、コイン集めて、キノコじゃないな、スター使って上がっていきますか。さあよいしょ、スター入れて、こっからスターもう一発引けたりしないから、オッケースター引いたね、よーしオッケー。さあただ前にミドさん持ちが暴れてて、おーおーおー、とんでもない。さあどうしようかな、さあ赤持ちもいて、ちょっとやらしい状況が続いているが、うーんこれちょっとキノコ使って前上がるのややリスキーなので、このまま持っていきますか。さあどうしようかな、ちょっと前にテレサ持ちがいるから、ちょっとあれ、嘘お前もう隠し持ってるねさあそこで踏んのただラッキーだな、これ悪くないよ。さあよいしょっとキノコもらい、キノコしていきまして、さあガンガンなんかめっちゃサンダー回避したような動きしてるけど、とりあえずアウトのやつは引いておいて、さあ2位走り散らかしていきます。さあここはまあキノコ使って、よいしょショートカットしていきまして、さあこれ1位追いつくかな。1位がキノコ持ってたりしたらかなりきつい場面ではあるけど、赤コーラだね、それだろ大丈夫か。さあよいしょっと、あとそうお前ブレーキ踏むのはやらしすぎる。さあよいしょ、ただショートカットいきまして、タイロいけるかこれ、どうだこれ、よっしゃーオッケー、1位よっしゃーオッケー危なかった。ちょっと1位がまさかブレーキ踏んでまでなんかこうしばきに来ると思ってなかったからね、ちょっと焦ったけど、まあなんとか最後ねうまいことキャラコンで1位を取っていくとしちゃ、オッケー次です、行きましょう。さあ5レース目はまたまたサンシャイン空港の 200cc、 めっちゃ連続で 200cc くんの珍しいな。さあまずはコイン集めていきまして、おおめっちゃなんか横から横入りされて、ちょっと押されてライン崩れちゃったけど、まあ、ギリギリ耐えてまだ1走ってるが、これ2位、分かった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 、お前の赤コーラを見た、俺はもうお前に道を譲る、分かった、よし契約は成立。ちょ押さないで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 もろって押さないでもろって、うん、キノコ引いたけどこれどうしよっかな、悩ましいな。さあジャンプ一旦かまして、おお危ない危ない危ない、置かないでね、置かれたらちょっとわし危ないから、さあよいしょ、ちょっと右端の方で逃げておこう。さあキノコ引いたからこれショートカットしていきたいね。さあよいしょっと、ここでショートカットかまして、1位踊り出ていきます、オッケー。さあ2位はまあおそらくまあ裏に持ってはないだろうから、赤コーラはおそらく大丈夫、とりあえずこのまま走り逃げていきますか。さあよいしょ、グライダーでよいしょ飛び散らかしまして、さあオッケー、いいよいいよ、これ裏に緑コーラっていうのもかなり激アツ物件だね。
さあトゲゾ飛んできたけど極力逃げる、逃げろ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 、頼むショートカット、ショートカットに使いたい、ショートカットに使いたいけど絶妙に使えてない、使えてるのかこれ少々怪しかったけど、まあとりあえず防御アイテムもなんとかね緑コーラーで持てているので、まあ、このまま逃げ切っていきたいけど、危ねえこれサンダー落とされなくてよかったマジでここで落とされてたからガチで終わってたからね、なんとかタイミングよくサンダーが降ってくれたおかげでよっしゃーオッケー1勝オッケーいやーまあこれ守りきれたね。いやキノコをねこうずっと保持するっていうね、あえてアイテムを交換しないっていう判断もねよかったね。しゃーはい、ではね次レース行きましょう。さあ6レース目はスイーツキャニオン、ちょっとややこしいコース来たな。さあまずアイテム取って、おキノコか、キノコか、キノコか、どうしようかなキノコどうしようかな、ちょっと悩ましいな。まあコインはまあ1取りに行ってないから1位とのラインを外して別ルートのコインを集めていく方向でいいかな。おーしゃお前一瞬のフェイントちょっとやめてもろって、さあ、裏に赤コーラ引いてどうしようかな。これとりあえずまあ小を使っていきますか。ただコインも集めておきたいのでアウト側のコインをちょっと欲張りさんしておいて小を使っていきますと。 OK、 さあ一旦1位は出れたけど、まあまあこれ正直強い1位かって言われるとまあ弱い方の1位ではあるかな。前めっちゃ詰まってるし、まあ、トゲゾウ一発飛んでこられると相当きついよねまあなんでなんとか2位をしばいておきたい所存ではあるので、ふっあーちょっと当てれんかったな。さあ赤コーラ飛んできてるのでしっかりと、バナナで防いでいきます。うん、これ狙うか、これ狙っちゃうか、はい、当たらないんだなさあ赤コーラ食らっちゃって、まあいいわ、1位出させる分にはいい。お前は何をしとるねバナナ食らっとったわさあサンダー降ったけどこれいいサンダーだな、悪くないな。まあこっからは割とジャン、あーちょっとまあまあまあ悪くない悪くない、逆に抜かしてほしい、逆に抜かして逆に抜かして逆に抜かして、よし。さあ8位に、9位で割ることで確実にキノコ引いていったんだけども、まあちょっと微妙だねー。なんで後ろから赤コーラ飛んでくんの、もうちょっと君貝赤はダメですよ、犯罪だよそれさあダブルアイテム取って、あとは俺の幸運に任せる、頼む。なんでキノコ出えへんねん8位でこの前荒らしてどないすんねん、びっくりぞ。よーし、後ろしっかり爆散し散らかしまして、さあキノコ1個引いた、とりあえずショートカットでしっかりしばきまして、いやーくっそー5位か、上がりきれんかったなまあまあまあいいわ、まあなんとかね上位は取れたから OK にしましょうということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。